こんにちは皆さん、ご機嫌いかが？ゆかりです。今回ご紹介するモッドは、瓦礫の街です。ロケーションは、フリントウォーターの上空です。この瓦礫の街へは、通常は、航空機を使うしか行く方法はありません。ですので、瓦礫の街用の、テレポートクリオをご用意いたしました。導入は簡単ですので、瓦礫の街へと行く際には、ぜひご利用くださいませ。それでは、瓦礫の街をご案内させていただきますね。瓦礫の街という名前通り、世紀末的な雰囲気のある街ですね。この街の設定やルーツがわかりませんので謎ですが、映画のセットか何かでしょうか？荒れ果てていて、道はとても歩きにくいですね。ところどころに穴が開いていますので、このモッドを導入した際には、うっかり落ちてしまわないように注意してくださいね。傾いたビルが瓦礫に囲まれていますね。今にも崩れてしまいそうです。本当に世紀末のアニメに出てきそうな街ですね。ここに人が住んでいるとしたら、きっと水や物資は高値で取引されていることでしょう。とは言っても、人が住んでいる雰囲気はありませんが。半壊したビルが立ち並んでいますね。残念ながら、ほとんどの建物には入れません。ですが、荒廃した雰囲気がよく出ているモッドだと思います。これは、乗り捨てられたバスのようですね。いろいろなオブジェクトがたくさんあって、見ているだけでも楽しめますね。このビルは地下へ通じる道があるようですね。入ってみましょう。そんなに奥行きはありませんでしたね。この扉のイメージは何でしょうか？扉の奥には、実は隠し通路があったりすると面白そうです。このモッドがベータ版でしたら、扉の奥へ行けるようにアップデートされたら楽しそうですね。それでは、瓦礫の街のご紹介は以上で終わりです。とても雰囲気のあるモッドでしたね。映画のセットのような一風変わった街ですが、個人的にはとても楽しむことができました。瓦礫の街に似た雰囲気のあるモッドは多くありますので、またの機会にでもご紹介いたしますね。それでは、今回はこの辺りでお別れです。ご視聴ありがとうございました。